酒と睡眠の関係。精神科医カバサワ署のカバチャンネル、今日は質問いただきました。ホットポットさん、51歳男性、睡眠の質についての質問です。お酒を飲んで寝た時にすっきりと寝れたと気分爽快に感じて起きることもありますが、また早く起きることがあります。これは睡眠の質として良いのでしょうか、という質問ですね。これ非常にいい質問だと思います。お酒っていうのが睡眠に対していい影響を与えているのか悪い影響を与えているのかというね、そういう質問ですけど、実はねこの質問の非常に鋭いところをついてるんですけど、お酒の薬理効果っていうのはね2つあるんですね。脳睡眠に対する薬理効果ですね。一つはですね、睡眠戦時を短くする、つまり寝つきを良くするっていう効果があるんですね。もう一つが睡眠の持続を悪くする、つまり長く寝れなくするっていう効果があります。ですからお酒を飲んだ時は寝つきは良くなるけど、朝早く目が覚めるっていうのがお酒の効果です。実際飲み会とかから帰ってきた時はそうだと思いますけど、布団に入ったらすぐストンと眠るけど、やっぱ朝方目が覚めるとかね、次の日の朝すごく目が覚めるっていうことが誰でも経験すると思うんですけど、それがお酒の睡眠に対する効果ですっていうことなので、いい部分と悪い部分が両方あるんですけど、毎日のようにお酒を飲んでいきますと寝つきがいい部分はあることはあるんだけど、長く眠れなくなってきますので、一回目が覚めた後も寝れなくなっちゃうんですね。だから2時間か3時間で目が覚めて、その後寝れなくなるということになりますので、不眠症になります。ですからお酒を毎日飲むと睡眠障害の原因になります、間違いなく。アルコール依存症の患者さんね、ほぼ毎日お酒を飲んでる患者さんはほぼ 100% 睡眠障害があります。ぐっすり眠れるっていう人はまずいないです。睡眠剤がっぱり飲んでも眠れないっていうふうに言います。それはお酒が長時間眠るのを抑制するからですね。ですからナイトキャップっていうね、寝る前にお酒を一杯引っ掛けるとよく眠れるよっていうのは嘘じゃないんですけども、毎日やると睡眠障害になっちゃう原因になるので非常に危ない、危険である。だから寝つきを良くするためにお酒を飲むってのは絶対やめた方がいいっていうか、やってはいけないですね。ということで、お酒っていうのは基本的に睡眠に対しては良くない作用をする。毎日のようにお酒を飲むとものすごく良くない影響を与えますので、眠れないからといってお酒を飲むっていうのは絶対にやめてください。また今睡眠障害で睡眠剤を飲んでるような人はですね、お酒はやめるべきです。なぜならばお酒がその睡眠障害の原因になってる可能性があるからね。睡眠剤は睡眠を促進するんだけど、お酒を飲むと睡眠を悪くする。その毒と薬を一緒に飲んでるわけですよ。そしたら永久に治りません。お酒飲んで睡眠薬飲んでる人っていうのは永久に治らない、死ぬまで睡眠薬を飲み続けるしかないという形になってきますので、睡眠障害で悩んでる方っていうのはまずお酒をやめるというところからスタートすべきですね。ということで、お酒というのは睡眠に対してプラスの面とマイナス面もありますけども、長期間に飲んでいきますとマイナスの面しか出なくなってきますので、睡眠で悩んでる方はお酒を控える、できればやめるというところをやっていただけるとぐっすり眠るようになるんじゃないかなと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。